始まりました東京ホテイソンのオフィシャルチャンネル、よろしくお願いいたします。ということで今回はドラゴンボールを一巻しか読んでないタケルにドラゴンボールクイズをしたらマグルが起きて正解するのか。タケルがドラゴンボール一巻しか読んでないじゃないですか、まあ、考察させていただきましたな。はい考察させていただきましたな。でまあそいつにね、はい、逆にドラゴンボールクイズを出したら、うん、本当にまぐれが起きて、うん、1問ぐらいは正解するんじゃないかな、まあ、そして考察男ですから、そのこのキャラがどうなっていくかっていうのを頭の中で考えたら正解が出るんじゃないかっていうね。名前までいける。だからでもその1巻しか読んでないけど1巻に出てきてないキャラクターで知ってるやつもいるから、魔人ブーとかね、そうとか、うん、タオパイパイとか、おとかそういう、おお、いいじゃない、いいじゃない、名前は知ってる、でもちょっと顔は出てこないぐらいのレベルの人間が何人かいるから。タオパイパイは何した人？タオパイパイはあの電柱に乗った人、おお、とかね、一回しか読んでないけど知ってる人もいるから。あ、オッケー。では、参りましょう。第1問。はい、じゃじゃ。孫悟空は何人？おー、あ、面白いね。面白いじゃない。これは分かるでしょ。いや、この辺は。え、これでしょ？分かってくださいね。サイヤ人。サイヤ人。おー、正解です。ああ、なるほど、まあ。この辺はね。これはだってまず、一巻に出てきてないよね、これ自体は。でも、やっぱ、ドラゴンボール、なんとか人っつったら、屋敷鷹人ではないじゃん。サイヤ人なの。だから、これは分かる。第2問。はい。ブルマの父親が社長の会社名は何？お前は分かれ。え、これ考察したら当てられると思う。そういうちょっといけるってこと。いや、めっちゃ昔でも読んだの俺も。そこは分かってくれよ。うわ、お前趣旨がブレちゃってるわ。俺が間違えたんだったらごめん。うわ、もうごめんね。ちゃんと会ってくれよ。なんでその言い方。行くとき嫌みたいな感じで言うなよお前。俺に対して相方に恥ずかしい。もう分かる。水泳者でブルマで水泳。おお。でジャンプって集英社じゃなかったっけ？うん。集英社、水泳社、なんかちょっとこうかけてやってんのかなっていう。うわ、お前パンティーカンパニー。なんかありそうだけど違いそうだ。ブルマだから。ごめんごめん。なんだっけ、ごめん、これだけわかんない、ごめんね。正解何？カプセルコーポレーション。ああ、え、なんで考察？あ、そっちでよかったんだ。あ、そっちでよかったんだ。ごめん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 ね、ごめんね。怖い怖い怖いって。そっちでよかったんだ。ごめんね、ごめんねって怖いって。ごめんね、カプセルで。もう分かった分かった。2問目もいいから。なんでカプセル？ブルマがホイホイカプセル。そう、ホイホイカプセル。なるほど、そっちか。大手かお前。もう一個奥の考察だね。ブルマで考察しちゃダメなんだ。第3問。ドラゴンボールを7つ集めると現れる竜の名前は何？シェンロン。シェンロン。正解。はい。第4問。天下一武道会で孫悟空が優勝した回数は何回？7回。これはだから、要はドラゴンボールの数と一緒。っていう考察、ちょっと浅いけど。浅い。いや、浅いよ。ドラゴンボール。浅いよ。俺のドラゴンボールっていうので。どっちかなんだけど、0回。どっちかっていうのは ?1 回か0回なの。正解は1回。あー、そうだよね。これの考察ってのはもうお前考察じゃないの、読んでんだろ。お前読んでんだろ。だからあのマジュニアとの試合は勝ってんのか、あれは。そう、あれを俺多分闘技場とか壊れたから なかったことになったのかなっていう考察。ああ、なるほど。だからお前読んでんじゃんか。読んでるやつが考察したのじゃないよ。第5問。はい。孫悟空の兄の名前は何？孫悟飯。ラディッツ。え？え、孫悟飯っているよ。こいつのキャラクターの名前は知ってんだよ、これ。孫悟飯っていう名前がいるっていうの。え、孫ってつかねえの、兄貴。え？正解は？正解はラビッツ。なんで？これ兄じゃないんだ。第6問。はい。これは有名なんだ、当たるかもしれない。なるほど。フリーザの戦闘力は？いや、これ多分だけわかんない。なんか俺がこの辺の。あ、で、2つなのよ。2つまで絞れてる。1つしかないね。これ、この辺の数字のボケを誰かがしたら、ジャストミートで言わないとウケないじゃん、この数字って。誤差10万単位で言うから。はい。58万。ほらね。ね。あ、ほら。もう1個の方か。誤差10でいく。もう1個の方か。はい、53万。あー、そっちか。53万。53万ね。ほら、こいつ58とか、
59でフリーザかっていうので53で来てくれ。53ね、うん、オッケー。第7問、孫悟空がヤードラット人に教えてもらった技とは。はぁ、ヤードラット人がまず分かんないもんな。あれ待って、サイヤ人以外にも人がいるんだ。え、めっちゃいるよ。はい、岩石頭突き。なんて言いました今。岩石頭突き。どういうことですか。なんか俺の記憶で一巻で頭硬いっていうのなかった。あああったね、あった、うん、それのもうすっごいやつをヤドラト人に教えてもらったっていう。いや、どっちか、瞬間移動。瞬間移動。おっしゃー、危ねえ。そう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 。え、そんな、そんな普通の技なんだ。瞬間移動を教えてもらった。瞬間移動とか普通じゃねえよ、これとんでもねえですね。めちゃくちゃ普通じゃん。はい、もう人造人間セルは何をすることで完全体になる。究極完全体とか言うね。究極完全体セル、はい、キスだ。人造人間だから人の心を持たないと。だキスすることによって究極完全体だから、人の心を持って強くなる。はい、愛を知って。愛を知って、すごい考え方だね。九州16号17号18号を吸収して。正解は17号と18号を吸収する。あー、そうか、16がいらないんだ。いらなかったか。あ、だから人造人間ってめっちゃいるんだ。めっちゃいる。で、セロ。セロ、セロじゃねえ、なんだっけ、なんだっけ、サプライズなの、それは。なんだっけ、セル、セルか。セルはセロってもうやめてくれ。セルは、セルはこの人造人間の大元ってこと。一番すげえやつ。難しいんだけど、こいつらコピーってこと。よ、違います。あ、まあ、また違うんだ、うん。第9問、ベジータと孫悟空がホタラを使って合体した時の名前は何。は？はぁ、え、これじゃないの。いい問題です。はい、孫ベジータ。その合体させるっていう脳みそになった時に、おぉ、サウンドがノイノイだから。孫ベジータ、やめてくれ。だってリズムが伸び伸びたじゃないか。合体させるっていう脳みそになった時はもう孫ベジタ。違うんだよ、俺が1個正解、ベジットです。正解、はい。あー、なんでか分かる。ベジータのベジはベジータ、なんでツトってあれか分かる。と、悟空の別名知ってる。悟空もサイヤ人なんで、孫悟空って名前じゃないんですもん。サイヤ人ってアナグラムにすると野菜人なの。だからベジータって全部ベジタリアンじゃん。ラディッツもラディッシュでしょ。ナッパっていうのも野菜じゃん。ブロリーってやつもいいんだよ。ブロッコリー。ブロッコリーってことは悟空は何だと思う。野菜で。キャロット。お、キャロットちょっともじんのよ。キャロロイド。カカロットです。カカロットか。聞いたことあるでしょ。カカロット聞いたことある。これなのよ。カカロットね。なるほどね。カカロットっていうのよ、悟空って。でもさ、考え方合ってない。合ってるって。ベジータはサイヤ人なんで、悟空のことをカカロットって呼んでる。なるほどね、カカロットって言ってるね。どこで見たんだよ、じゃあ。どこで見て、どこで忘れたんだよ。最終問題、はい。魔人ブー純粋が転生した地球人の名前は何。純粋なんてあるの。魔人ブーは知ってるけど。いい問題です。これ当てれます。ちょっとさ、これ道筋合ってたら正解にしてよ。あ、いい考え方。まあまあ、それは全然、はい。とんだとんぺい。もうブーじゃん。ブーイコール豚で、豚っていう文字が入るとんだとんぺい。とんだとんぺい。とんだでもいいし、とんぺい、どっちかでもあったら正解にするでしょ。それを言ったんですか。もうだって考え方は絶対合ってるから、こういうことでしょ。ウーブです。なんでよ。正解、とんだとんぺいでしょ。ブーを逆にするとウーブになる。いや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 、とんだとんぺいの方がいいって。そうそう、ウーブかっこいいのよ。とんだとんぺいの方がいいって。だから2問か、ちょっと難かった。だからまぐれは起きなかったけど、ニアミスで言ったら孫ベジタ。孫ベジタか。じゃあラスト問題、もうボーナスポイント、はい。フュージョンって話してる。これだよね。これ今のポタラっていうのはイヤリングで買ったやつ、はいはい。フュージョンするとまた別の形態になるのよ、悟空とベジータが。その名前当ててみて。え、でも何言ってんだお前、やれよ。ほらワクワクしてきたぞ。はい、はい、これでしょ。カカータ。カカータ。正解はゴジータです。
うわ、腹立つわ。なんでそっちは豪華。なんでだよ。なんでそっちはサイヤ人名が入ってないのよ。いや、それが面白いんじゃない。はい、ということで。石原さとみのゴジラの言い方じゃん。ゴジラ。ゴジラ。いや、シンゴジラね。あったけど。なるほどね。いや、ちょっとでもいけたな。じゃあ、ニアミス賞は、ソン・ベジタです。はいはい。ということで、まぐれは起きませんでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。